アルビスカーエンジニアリングカンパニー。アルビスカーエンジニアリングカンパニーリミテッド。アルビスカーエンジニアリングカンパニー LTD は、1919年から1967年まで乗用車を製造した、イギリスの自動車名へ。乗用車以外にも航空機エンジン及び、軍用車両も製作した。軍用車両は2004年まで生産された。 1919年、T.G. ジョンカンパニーリミテッド、t g ジョン c o LTD, として設立。当初は末置き型エンジン、キャブレーター、スクーターを製作していた。創業者の T.G. ジョンは、ジェフリード・フレビル、ジョフリーデ・フレビルに4気筒エンジンの設計を依頼。アルミニウム製ピストンで、圧力潤滑の当時としては珍しいものだった。社名のアルビスは、 アルミニウムとラテン語のビス、強いを合わせた言葉でフレビルが推奨したものと言われるが、フレビル自身はこれを強く否定していた。古代スカンジナビア神話の武器職人アルビースからとも言われているが真相は不明のままである。アルビス最初の車は 1030HP でフレビルの設定である。これはすぐに評判を呼び、その品質と性能の高さで、アルビスの名は一躍有名となった。 会社のロゴは、羽の生えた緑色の三角だったが油ロのロゴに、似ていたためほどなく赤色の三角となり、アルビスの文字が加えられた。1921年、会社名をアルビスカーエンジニアリングカンパニー、リミテッド、アルビスカーエンジニアリングカンパニー LTD、都市、コベントリー、ホーリーヘッドロードに移転した。1923年、デームラーにいたキャプテン GT、 スミスイコールクラーク、GT スミスクラークが主任技術者兼工場長となり、続いて WM 団、WM 団も主任設計技師となる。この二人は25年もの間、パートナーとして多くの車を設計した。10、30HP はサイドバルブエンジンで改良を重ねて1923年にはオフの12、50HP、アルビス12、 50となり、これは1932年まで生産され、ヴィンテージスポーツカーとして、現代でも評価が高い。現在でも12、50HP が約350台、12、60HP が約60台残っており、これは全生産量のほぼ1割に相当する。1927年には6気筒エンジンを搭載する 14.75HP が生産された。 これは1939年まで長期に生産されたアルビス社6気筒モデルの基礎となったもの。この後、1950年から1967年までは全く異なる設計で生産されている。アルビスは独立喧嘩サスペンション、全輪駆動、そして1933年、世界初のシンクロメッシュトランスミッションの先駆けとして名を馳せた。 全輪駆動モデルは1928年から1930年にかけて生産されていた。1930年代から1940年代にかけて、スミスイコールクラークの設計したモデルとして、スピード20、スピード20、スピード25、スピード25、4.3リットル、4.3リッツターがある。コーチワークは主に、クロスエリス、チャールズワース、 ンデンプラが行っていた。1936年、会社名は、アルビスリミテッド、アルビス LTD となる。戦争が始まり、航空機エンジンと、軍用車両を生産した。1939年9月の第2次、世界大戦勃発で1946年まで、乗用車生産は休止したが、1940年に、短期間だけ12、70HP、 シルバークレスト、スピード25、4.3リットルが生産された。1940年のドイツ軍によるコベントリー一帯への空爆で、工場はかなりの損害をこむってはいたが、アルビス・リミテッドは、ロールス・ロイスから受け負っていた、航空機エンジン等の生産を続けた。戦前の設計で4気筒モデル、TA14、TA14 を生産。 スミスイコールクラークは1950年に退任。ダンが設計を引き継ぐ。1950年には新型車体で6気筒3リットルエンジンを発表。このエンジンが会社終了時まで使われることとなる。1952年から1955年にかけてアレック・イシゴニスがアルビスで働いている。イシゴニスはアルビスで 新モデルのための部位があった8気筒エンジンを設計したが、コストがかかりすぎるため生産に入らなかった。アルビスの車には、スイスのハーマングラバー、カレスリー・ヘルマングレイバー製スペシャルボディ仕様も、あった。1954年以前のボディは、バーミンガムの H.J. ミュリナー製だったが、1955年から、スイスのヘルマングラバー製となった。ラフボローのウィローブルック。 ウィロブルックになり、1958年には、ミュリナーパークウォードに委託された。アルビスの資本は1965年に、ローバーが握り、ローバー製 V 型8気筒ミッドエンジンクーペの、プロトタイプ P6BES が発売されると噂されたが、それ以前にブリティッシュレーランドに経営権が、私話は立ち消えとなる。乗用車生産は1967年で終了し、以後は、 軍用車両の生産となった。ローバーと共にブリティッシュレイランド参加となっていたが、1981年に、ユナイテッドサイエンティフィックホールディングス、ユナイテッドサイエンティフィックホールディングス PLC が買収し、参加に置いた。その後、ユナイテッドサイエンティフィックは社名を、アルビス PLC とする。ホーリーヘッドロードにあったアルビスの工場跡地は、 現在、郊外のショッピングセンターとなっており、その名称アルビスリテールパーク、アルビスリテールパークにその痕跡を留めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。